牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった東条会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。もう許してください。さっきの威勢はどこ行ったんだぐらい。え、ほら立てや。立てっつってんだろが。助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。この野郎、ふざけたまねしてんじゃねえぞ、くれ！収穫あったか、真島ちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間が神室町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。ふん、勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から
空の一坪を100億で買い取るようになる。何やと？近江連合の狙いはズバリ神室町そのものだ。空の一坪は神室町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊を神室町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか。うん、そう。島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合は神室町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど、近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってな。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。神室町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。随分話がちゃうやないか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。Well, we have our marching orders. Time to go kill Kiryu. Maybe we can have a nice drink with him if we find him at the champion district first. Disagree. Kiryu's gonna murder Majima. Also, you have to go in this way. You cannot go from the south. Alright. Gotta be all sneaky, like...There's just kind of an arbitrary reason why you can't come in from the south. I guess it's because there's cops posted over there. Mm. But naturally, they don't care if, you know, you walk up from that side. I assumed there was going to be something in that little nook there, but nope.Someone's going insane on the radar. Seriously? It's nuts. 何、あんた。この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。チーと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。ふーん。まあいいや。ここ何日かは橘さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも橘不動産の人たち探してるくらいでね。でも
なんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか。お気にな。Well, we tried. Still can't leave through the south. So, just gotta pop out over here. やっぱりあんただったんだな、真島さん。お前ら、島の組の。町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。釣れねえことを言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。Well, looks like Majima's old family isn't too happy to see him. Thanksgiving perceptions are always the worst. They are, aren't they? Well, we can give him a little piece of our mind for the time being. I forgot that Majima just held his foot on the door for a second there. Just an insult to injury, you know? Yeah, it's a nice little difference from, like, Kiryu's version, where I think he just, like, shuts the door rapidly. Just really beat it into them. Jesus. You're not crazy that is. Right? Like, you just don't do that one for a little while, then you suddenly, I think it's end up stabbing the dude's neck. It's the foaming at the mouth that really gets me. Right? I mean, don't worry, he's not dead, but... I mean, you say that, but... I don't know if he wants to be alive anymore. Well, crippled for life. Yes, we need to talk. No. No, we don't. You sure? Positive. Okay. Let it be known I asked. まだおったんか。相変わらずですね、マジマさん。うん？若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと？それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。
何遠慮しとるんや、マジマ。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん。水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一壺は見たか。あ？殻の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東城会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はん、それ言ったら兄弟も同じだ。
今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。はなるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。はっ、セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや。わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東城会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東城会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ、真島。